南州大井君は、西郷隆盛の遺君州である。遺君は41条、追加の2条、その他の問答と、恋からなる。西郷南州大井君、西郷南州遺君、大西郷遺君などとも呼ばれる。南州大井君は、旧では省内藩の関係者が西郷から聞いた話をまとめたものである。1867年12月9日の王政復古の大号令の後に、 西郷は、マスミツ・キュウノスケやイムタ・ショウヘイを江戸に派遣し、芝見田の薩摩藩邸に浪人を集めて、江戸市中の治安を拡乱させた。庄内藩は、江戸の警備組織新長組を預かり、江戸市中の警備を担当していた。そのため、薩摩藩邸の浪人と庄内藩氏は対立し、浪人が庄内藩邸に発砲する事件が発生した。そして、同年12月25日に、 庄内藩を中心とする旧幕府側が薩摩藩邸を焼き討ちする事件に発展した。1868年5月15日、西郷が率いる薩摩藩邸は上野戦争で将棋隊を破ったが、合津藩は交戦を続け、東北諸藩は奥上津列藩同盟を結んだ。同年8月23日に東北戦争で漢文は鶴ヶ城の攻撃を開始し、 9月22日に、合津藩は降伏した。一方、庄内藩は官軍を撃退したが、奥越列藩同盟の崩壊に伴い戦闘を続けられなくなり、9月26日に降伏した。庄内藩士は、降伏に伴い、薩摩藩邸焼き打ち事件や東北戦争における戦闘を咎められて厳しい処分が下されると予想していたが、予想外に、 寛大な処置が施された。この寛大な処置は、西郷の指示によるものであったことが伝わると、西郷の名声は、省内に広まった。1870年8月、旧省内藩主の坂井忠厚は、犬塚森高と長沢岩を鹿児島に派遣し、旧薩摩藩主の島津忠義と西郷に書簡を送った。同年11月7日、坂井忠厚は、 旧藩士などからなる78名を従えて、鹿児島に入った。また、出羽松山藩の15人も、ただ厚一行とは別に鹿児島に入った。合計93名は4ヶ月滞在して、軍事協練を受けた。最後は、1873年の聖藩論争に、破れ下げし、同年11月10日に、鹿児島に帰った。旧将内藩士の坂井良久氏は、 伊藤高次や栗田本助と共に、鹿児島を訪れて、西郷から、生漢論に関する話を聞いた。また、赤沢京子とや三谷藤太郎も、鹿児島を訪れて、西郷から話を聞いている。1875年5月には、将来から関佐根秀や石川聖聖等8人が、鹿児島を訪れた。1889年2月11日、 大日本帝国憲法が交付されると、西南戦争で剥奪された官位が西号に戻され、名誉が回復された。この機会に、上野公園に西号の銅像が建てられることになり、堺多厚が、発起人の一人となった。関佐根秀は、赤沢京子とや三谷藤太郎に命じて、西郷生前の言葉や教えを集めて、遺訓を発行することになった。 1890年1月18日に山形県の三谷富太郎を編集兼発行人とし、東京の小林慎太郎を印刷人とし、集英社で印刷された本である。南州大井君と題して約1000部が発行された。1896年に佐賀の片淵宅が東京で西郷南州先生井君と題して発行した本である。 大阪大学名誉教授の以下高明は、南州大井君を次のような6つのグループに分類している。ただし、19条はどこにも分類されていないので、第5グループに入れた。以下、原著より原文を引用する。先頭の数字は投資番号である。原文の現代語訳及び解説は、参考文献を参照。海広氏その指揮者。人の勘 莫大家事指示家地、安を貴族、しかも不意個人時期夫殿下ひまこと不動、被災富士、茂行イタリッシャその道なり即、才の衆物、その春や広し、才与え誠愛、左高寺かなり、分秘演算なり、必ず優勝寺の際、分秘券立なり、必ず優良的の里氏、才地の所在一円じみ、 山形県地道博物館が三谷本の初版本を所蔵している。三谷本の初版本には、関東に、添島種臣が記した序文と赤沢京子とが寄贈し、関佐根秀が検討して作成した序文と抜文が掲載されている。ありがとうございます。